論の話を月曜日必ずしております。もう今日は始まってますけれどもね。いやもう本当にね、大相撲関連のイベントが多かったんですよ。この週末も土田舎の住人さん、市場のあてしの方です。3日は小車部屋の関取衆を見に行き、稽古見に来はったわけじゃないんですかね。明日はサンケイスポーツ主催の大相撲3月場所懇親会に行ってきます。へえ、すごいですね。こちらは東京都品川区の帯久さんからいただいております。ラジコで聞いていただいている。この週末は大相撲三昧でお忙しかったようですね。よくご存知ですね。ツイッター上げてましたからね。私は恵子先生の、春の恵子さんですね、浪曲師の、ツイッターで梅北場所の速報をずっとチェックしていました。大相撲ナイトと梅北場所のお話楽しみにしていますといただいております。よくご存知ですね。いや、まず梅北場所、これはグランフロント大阪で去年も行われたんですけれども、土俵を作って、大阪駅の北側ですよ、土俵を作ってお相撲さん呼んで、巡業のような食切りとかね、それから曲げ言ったりとか人工気化したりとかで、お相撲さんも実際土俵に上がったりとかっていうのを見せてもらえると、こう無料で見られるっていう催しが行われたんです。昨日で、去年は、梅北広場っていう屋外で行われたんですが、今年は屋内で行われました。一回中でやってみようかということになったんだそうですけれども、実際にイベントが始まるのは2時からやったそうです。で、私12時頃に行ったんですけど、もう土俵の周りはいっぱいでした。すごい。あと2時間この皆さんここで待ってはんねんなと思って、ものすごいなと思って、めちゃくちゃ人気あるんやなと思ってびっくりしました。で、係の方に伺いますと、一番最初に、グランフロントっていうところの施設が開くのが、建物のが開くのが、オープンするのが10時なんだそうですけど、もう並んではったらしくて、一番に入った方は朝6時から並んであったそうです。イベント2時から始まるんですよ。すごいですね。まだでもね、そのグランフロント大阪で行われた梅北場所は、豪栄道とか琴将菊とか、もう皆さんもご存知のお相撲さんが登場しますから、そらまあ人気のほどが伺えますよね。それが梅北場所、私結局実ははしごせなあかんかったので、梅北場所は皆さんすごいな、並んではんな、もう土俵の周りいっぱいやなと思うのを見て、ちょっと場所を変えたところにちゃんこがあったので、佐渡ヶ嶽部屋のちゃんこが食べられたので、ちゃんこを食べてそのまま移動しました。どこへ？門座です。道頓堀門座に移動しまして、こちらでチキチキジョニーさんをはじめ、ユンボダンプさんとかね、それから東京からみよこさん、それから千田川親方、それから関取も参加してですね、杉岡みどりさん、吉本クリエイティブエンジェンシーのね、もう入ってのトークイベントが行われたんです。もうね、毎年これ楽しみにしてるんですよ。門座で行われてるんですけれども、もう一番印象に残ったのは、高野翔関がゲストで登場したんですけれども、高野翔関というのは、さっきお話してました錣山部屋の阿炎関と同期なんだそうですけれども、千賀の浦部屋のお関取なんですね。ものすごい可愛らしいんです。笑顔がもう勝負師かと思うような可愛らしい笑顔なんですね。で、真面目な様子がすごく伝わってくる感じでしたね。で、阿炎関って、さっきお話した阿炎関ってね、若いお相撲さんで、先場所3勝も受賞してる、もう今売り出し中のお相撲さんですけれども、ちょっとこうなんでしょうね、インタビュールームに来た時とかもヘラヘラヘラって笑ってるんですよ、阿炎関って。でも手足が長くて、四股の足がすごく高く上がるっていうので、すごく人気が出始めている力士ですし、女の子のからの人気もすごくあるんですよ。でもちょっとヘラヘラしてるなみたいな感じなんですけど、そこはもう今の子かなと思ってたんですけど、同期の高野翔関も門座の舞台で言うてはりました。阿炎関はちょっとヘラヘラしてますって、普段もヘラヘラしてるそうですけども、でもよく同期ということもあって、よくおしゃべりするっていう話でした。で、頑張ってこの春場所は自分もたくさん買ってですね、できたら全勝、昨日は千田川親方が来てはりましたので、部屋のお相撲さん、水戸龍っていうお相撲さんがいるので、水戸龍関のはちょっといっぱいするかもしれへんけれども、優勝を目指したいって言ってました。楽しみですよ。今十両6枚目ですからね、幕の内に上がるにはね、もうちょっと上がっていかないといけませんけれども、化粧回しが琴剣さんの絵なので、またそれが目を引くっていうのもありますので、皆さん高野翔関ぜひ覚えて応援していただきたいと思います。可愛らしい方でしたよ。もうぐちゃーってした顔でした。もう一つ印象に残ったのが、
千田川親方って現役の時陶器っていう名前で相撲取ってはったんですけど、すごいもみあげのお相撲さんでしたけど、覚えてらっしゃいますかね。もみあげのすごいお相撲さんって2人いたんですが、1人は今田子の浦親方になってありますけれども、千田川親方は陶器っていう名前で取ってはったんですが、オレンジ色の鮮やかな回しやったんですけれどもね、このイベントが始まってしばらくですね、後ろで子供さんが見てはったんですよね。どこから来はったんか知りませんけど、女の子が2人すごい賑やかで、まあ、楽しそうにしてるんですけど、私たち後ろに座ってたんで、もう子供が騒ぐと前のステージの声が聞こえないわけですよ。困ったなと思って、ちょっと静かにしてほしいなと思って振り返って、ごめんねちょっと静かにしてくれるかなって言って、笑顔で言ったらおとなしくしてくれて、あ、よかったなと思ってたんですけど、後で分かったんですが、その女の子は千田川親方の娘さんやったんですけどね、めちゃくちゃ元気かみたいな、めちゃめちゃ可愛らしいんですよ。またこれがお嬢ちゃん、べっぴんさんでしたよ。相撲取りなんのかな、ならへんならならへんと思います。もうべっぴんさんでした、元気でしたね。しかもね、で親方言ってはりましたけれども、親方の部屋に水戸龍という、まあ、今ね十両のお相撲さんがいてはるんですけれども、水戸龍関は回しの色を赤にしようと思ったんですけれども、染めに出したらちょっと色が浅く出来上がってきたと。あ、自分の現役の時と同じような色やなと、オレンジっぽい色で上がってきたから、おお、俺自分と同じ色にしたんかなってちょっと思ったらしいんですけど、俺の現役の時と同じ色だよって水戸龍に言ったら、水戸龍がはぁって言ったらしくって、いやいやそこはちょっと喜ぶとかそうっすかとか言ってほしかったなみたいなこと言ってはりましたけどね。もうおしゃべりもとっても皆さん達者で面白かったですね。大相撲がね、こんなに昔はねイベントもなかったと思うんですけど、皆さんもぜひですね、ちょっと目を凝らしていただくと何かしらイベントやったりしますので、参加も本場所なかなかねチケット取れないですから、行ってみられるのもいいんじゃないですかね。でもう一つ言っていいですか、安倍のハルカス近鉄本店で3月3日土曜日から大相撲展大阪っていうのやってるんです。これね今日見てきたんですけど、めっちゃ面白いです。これめっちゃ面白かったです。何が面白いって展示ってあんまりこうワクワクするようなものって少なくないですかね。錦絵があったりとか、昔の番付ですよとか、まあ、そういうの写真はこれですよとか、小さい字がいっぱい並んでるっていうのが多いんですが、この今安倍のハルカス近鉄本店、これウイング館の4階です。ウイング館の4階、ここも私迷ったんですけど、これはもっと楽しめます。見て楽しめるものがいっぱいありますので、これはね行かれたらどうでしょう。で中でですね、バーチャル相撲体験っていうのができるんです。機械をつけて土俵に上がって、で白鵬と対戦できるんです。してきました、してきたんですけど、怖くてもう前に一歩も足が出なかったです。すごい迫力なんです。実際は何も当たらないんですよ、見えてるだけで。これだから私の後ね、ちっちゃい子供さんがやってはったり、お年召した方とかやってはりましたんで、誰でもできますから、行かれたらどうですか。これだいぶ楽しかったですよ。私何回も行ったり来たりしましたけれども、また取材受けました私どっか出てんのかもしれませんけど、いやさぞ嬉しそうやったんでしょうね私ってね。安倍のハルカス近鉄本店の大相撲展大阪、これは3月の18日日曜日まで行われてるそうです。で27日の日に豪栄道が来るみたいですよ。これあ3月7日の夕方の5時30分からこの安倍のハルカス近鉄本店ウイング館4階に5時半から豪栄道が来るみたいです。また皆さんもしよかったら調べていらっしゃったらどうでしょう。曲げの端っこぐらいは見えるかもしれませんよ。以上ハッキーよいのこったでした。